ミキバロメーター調査 TV。 イエーイ。はい、というわけで前回のおはるちゃんも、はい、からしばらく経ちましたが、皆さんどのように過ごしているでしょうか。どんな感じで過ごしでしたか。どういう過ごしでしたか。次はもうずっとメンバーのことをね、なるほどね、考えて、うん、みんな全員の王になりたいなって思って。全員の王、もうすでに3人終わってるんだ。誰が王に、誰が王に、あ、前回ユニオンと、そうです、あ、3人と、3人じゃなくて、今日が4人目です。前回がおはるもだった。そうです。前回誰でしたっけ。世界の名前、あー、罰ゲーム、この2人が。あれ、その反省で、あ、そうそうそうです、そうです。なるほど。日頃からやっぱり誰かの王になれるかな。誰かの王になれるいつね、はい、その〇〇王が来てもいいように過ごしてました。なるほど。なんか作ってましたもんね。あ、そう、推し活中心。あ、そうだね。で、やっぱり全員がいいなって。全員が好けちゃったらなんかちょっとアホみたいな。でもあれすごい可愛かった。めっちゃ、めっちゃいいこと考えたんだけど、あるな、なんか何を奇跡会みたいな感じで、ここにね磁石をつけて誰でも変えられるみたいな、つけてやるっていうのを考えた。いいじゃん。いや、めっちゃめっちゃ不可能なんだけど。あ、そうなんです。じゃあグッズ提案して、なんかさ、今度みんなグッズ提案書いてみたいな。あ、楽しい。で、ちょっと仮でなんか工作みたいなちょっと作ってみるみたいな。はい、ということでグッズ会議はまた、じゃあ今度参加して、今週は何をするんですか。はい、もうね、皆さんご存知の通りキタちゃん王決定戦をやりたいと思います。イエーイ。やったー、待ってました。ではやっとかという感じですよ。自信のほどは皆さん、いやいや、自信あるんですか。あります。おお。じゃあ他の、国旗はないです。国旗はない。他に自信ある人。おー、なんで上がらないの。その3人はちょっとおかしくない。まあでもさ、隣にいるから。あ、そうだね。そうだね、いつも春とジュリアが私の隣にいますから。でもね、今回はみんな平等です。お、なんか昔からのこととかじゃなくて、みんな平等だから、アキちゃんもジュリちゃんもジュリちゃんもジュリアも思うし、なんかここ遠いね、すごい。遠いんだね。大丈夫です。あの、同い年だから。そうだね。同い年だから。普段同い年じゃない私と。わかるよ。なんか、確かに。そうじゃないけど、ないね。でも、こんなに遠いのに、いつもカナメに行くような愛が。ね、もうこんなの。いつもすごい、すごい。すいません、脱線するんだ。やばいやばいやばい。人顔だよ、みんな。はい、じゃあ。
人顔決定戦第1問目はこれはわかると思う、じゃじゃん、ひとちゃんがずっと、ちとちゃんがずっと使っている歯ブラシの色は何色でしょう。わかった、ということです。もうこれはこれはね一番簡単かもしれない。言わせる時制限時間1分です。あと40秒。1分もいらない、1分もいらない。皆さんの回答きっと一致するはずなんですよね。まはるさんもなんかね一致する、はい、大好きな色だと。それでは大好きます。せーの、じゃん、カラミンから。ピンク、赤、ピンク、赤。待って、大好き、いや、靴だよ、靴だよ、これね大好きな色。まあこれは理由とかね聞かなくてもいいかなと思う。ちゃんと次に1、2回変えてます。あ、付き合い2回じゃなかった。1、2回。そう、入ったね、買っていると。まあ、とりあえずあ、そちらの正解の VTR を見ていただきましょう、はい、どうぞ。ひとちゃんがずっと使っている歯ブラシの色は、はい、私がずっとずっとずっと小学校低学年ぐらいから使っている歯ブラシの色はピンクでした。はい、ピンクということで、カナミンとジュニアとアキちゃんが正解です。やったレオくんポイント。やったー、やったー。シェアのシーン、おはるとピオはわー長いね。はい、ということで、アキちゃんとカナミンとジュニアが1ポイントずつ、レオくんポイントが1ポイントずつ入りました。はい、じゃあいいですか、次の問題に行ってしまって。どうぞ。はい、それでは続いての問題は、あ、これも簡単、あ、こっちの方が簡単だわ。じゃだ、ひとちゃんの写真集のタイトル、スペルも完璧にお願いします。でもこれは、あの、え、待って、これ大きくとかあるの、ね、全て完璧、全て完璧に、こちらでした。フィルスト。フィルスト。
ーミンとジュリアとおはるおあがやったー正解でーすやったー。そうだ、ヤキちゃんも全部小文字だったね。これはけど、ピオじゃあ惜しかったね、惜しかった、惜しかった、ね、でも、大文字覚えてたよありがとうけど、残念ながらレオくんポイントはちょっとあげられないです。いや、ピオちゃん取れたかバッチリですあ、これはね、あ、本当これこそ
かるよ。じゃじゃん、超特急公式ホームページに記載されているひとちゃんの好きな言葉は何でしょうか。これはもう一発、これはね、もうずっとこれはよく言ってる。なんか取材とかでさ、よく好きな言葉はありますかとか聞かれて、その時にいつも答えてるし、でもいい言葉、いい言葉、うん、だからもし分かんなかったら自分がもういい言葉を書いていただいても、ピオだったら今日も分かるっていう。そう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 、え、だってずっと変わんないもんね。ずっと変わってないの。そうなんだよね。もう分かった。これはね、ドヤだ、ドヤ。これは来てる。どうします、それで違った。いや、もう絶対合ってる。じゃあ皆さん一斉に答えをお願いします。どうぞ。せーの。夢があるから人は輝く。え、違う。ジュリア。みんなの太陽になる。あー。目があるから人生は輝く。おー、前向きに一生懸命。そうそう。もうピオさん正解してあげたいんですよ。変えようかな。ファーストラブ。ファーストラブ。ついかっこいい。はい、ということで正解は何でしょうか。VTR お願いします。超特急の公式ホームページに記載されているひとちゃんの好きな言葉は何ですか。はい、もうこちらはもういろいろ取材とかいろんなところでお話しているので分かると思いますが、正解は夢があるから人生は輝くでした。イエーイ。もうこれは特急の輝くね、が輝くんですよね。期待してた、すごい簡単な問題だと思って。ひよちゃんこれ多くじゃないの。あのね、気温の最初太陽が出てきちゃって、で太陽が邪魔しててそう、他の言葉が出てきて、でもあのカナミンのが出た瞬間分かった、あ、分かった、うん、ちゃんと人生に決断されたんですけど、あれ、あ、しちゃうの。これも素敵な、このなんかあきちゃんにぴったりな言葉だよね。いいですね。じゃあそれももしかしたら今後あのホームページに載るかもしれない。人かだけ好きな言葉めっちゃ今日ですごい増えちゃうかもしれない。ジュリアは、いや、これはだって合ってるじゃん。まだひとちゃんが書いてる。じゃあみんなの体、これはそうですね、うん、これまあ合ってます。これもなんか私の中でアイドルをやっていく上でずっと心の中にある言葉みたいな。まあでもちょっと短かったちょっと心が痛くてもあまり押せなかったんですけど。泳いでる人がかっこいいよ。
焼き芋も OK です。お、焼
つも好き。あ、口にもおい。おい。おい。おいもだってわざとだなって思う。おいこしかもしれない。あ、確かに。ヨーグルト。蒸したいも。それ、あの、じゃがいもじゃなくてさつまいもだよ。じゃがいもじゃないよ。じゃがいもじゃない。さつまいも。さつまいも。甘いよ。甘い。甘い。ということで、あきちゃんとハナミが正解でーす。やったー。いやあ、そう、あのね、じゃがいもは食べれないじゃん。そうなんだ。アレルギー反応が出ちゃって。あれないけど、さつまいもが本当に大好きで、焼き芋をなんか前にいただいたときに、あのレオ君が焼き芋好きなんだよねみたいな話をして、で、ハナミに食べてみてみたいな。で、食べさせてみます。何よりね、返してくれたよ、返事してくれて。でトマトはあれじゃない、カナミンのクマです。クマのつけられた。リンゴってなのか。リンゴは、リンゴは、リンゴは、いろんな色が分かってるね。いろいろ混ざった。そう、リンゴも好きなんですけど、でも一番はさつまいもでした。さやー。ということで今、あ、カナミンが圧倒的にリードして3点で、ジュリアが1点、同じで、アクシャルでヒヨリンがということで、同い年だよね。同い年だよね。同い年だよね。圧が、圧が通じ合ってるよね。通じ合ってる、めっちゃ通じ合ってる。じゃあこの後も通じていこう。はい。ということで、じゃあそれでは続いての問題に行きたいと思います。続いてはこちら。ひとちゃん、得意料理は何でしょうか。わからないよ。わからないよ。じゃあ、ぜひお願いします。やってる。最近何作る？最近、ちょっと近く。家族のために。妹が好きで。あー、家族ではないかもしれない。なんか聞いたような感じ。じゃあ、それでは答えをお願いします。せーの。じゃん。オートミールグラタン。パン。肉まん。グラタン。はい、それでは VTR をお願いします。みんなのひとちゃんの得意料理は何ですか。ひとちゃんの私の得意料理はかぼちゃのスープとハンバーグでした。このひとちゃんは妹にいつも作ってって言われるので、いつも作ってる二つなら多分それが美味しいのかなって思うので、それが得意料理です。なんでみんなそんなハーモン。あ、聞いたことある。言ったよ、言ったことあると思う。なんかハンバーグはなんか私同級生行く行くんだよ。どっち。びっくりドンキのハンバーグが好きで、それに似せていつも作ってる。それとかぼちゃのスープはね、秋は毎日妹が好きで。いやー、ということで、かぼちゃのスープのハンバーグでした。お腹空いてきた。はい、正解は0人でした。じゃあもうひとちゃんもショック。もうひとちゃんショック。みんな全然ひとちゃんのこと分かってくれてない。泣いちゃうよ、ひとちゃん。ひとちゃんショック。もう次で挽回してくれ。あ、いきます。じゃじゃん。小さい頃苦手だったら高校生から好きになったジュースは何でしょうか。え、わかる。ジュースね。ジュース。それ美味しい飲み物。美味しい飲み物。ヘルシー飲み物。美味しい飲み物。美味しい飲み物。え、言ってるやん。飲み物。いや、ジュース。ジュース飲み物。なんか小さい時甘ったるいのがすごい苦手で、生クリームとか嫌だったし、なんか苦手だったら甘い変な味がするものは。でも、なんか高校生ぐらいから好きになって、甘いの。甘い。むずい。甘い。高校生好きなの。高校生ぐらいからなんかよく目にするようになって、それから飲むようになった。やっぱ言い過ぎたかな。これって感じなの。だいたいもう私言っちゃう。それじゃあ一斉に答えお願いします。せーの。ココア。ミルクティー。フラペチーノ。マスター。ミルクティー。え、もう一回見せてる。
ポポはミルクティー、フラペチーノ、モンスター、ミルクティー、モンスター。なんでモンスターが入ってるモンスター、まあ確かに小さい頃のお話確かに、だって言ってることはね、合ってるねなんか、当てはまるわ、アクション VTR をお願いします。小さい頃は好きじゃなかったけど、高校生ぐらいから好きなジュースは何ですか？はい、こちらはですね、ドゥルルルルルルクリームソーダです。小さい頃はまずメロンソーダの大きいのものとか、そこにアイスが乗っかるっていうのが美味しいのかなって思ってたし、小さい頃は甘いのはあまり得意じゃなかったんですけど、高校生ぐらいの時にすごい流行ってて、クリームソーダが、それで、まあ、映えるしって思って飲んでみたらめちゃくちゃ美味しかったので、高校生ぐらいからとても好きになりました。が、飲んだとこ見たことない。見たことない、うん、待って、はい、カフェかどっかで飲んだ、何か、あ、そう、飲んで、ね、喫茶店かなんかで、ね、レッスン見た、ちょ、レッスンの時にクリームソーダ難しいかもしれないえ、この間ロイヤルミルクティーなの、時間となりました。皆さん書きましたか？はい。じゃあそれで
では皆さんの回答を一斉にお願いします。せーの、3時間、3時間半、2時間、30分。あ、2時間45分。お、当てに来たね。お、いや、刻む。あ、ちなみに今日皆さんが家出るまで大体起きてから家出るから大体そのぐらいに、私は2時間ちょいかな。起きてた。めっちゃ寝てた。6時間、3時間ぐらい。もう、あきちゃん8時間。今日4時に起きたんですよ。もう若い。いやいやいや、若いでしょ。何のために。おばあちゃんめっちゃ寝てるから。もうそれこそおばあちゃんじゃん。じゃあ、あきちゃん再現ちゃうよ。再現ちゃう。じゃあ、元気で皆さん、はい、ファイナルアンサーということで、それでは、VTR をお願いします。今日、ひとちゃんが起きてから家を出るまでの時間は、はい、今日私が起きてから家を出るまでの時間はですね、4時間でした。なんかみんな多分私家出るのギリギリなイメージで、起きてから10分で支度したとかよく言ってるからギリギリなイメージあると思うんですけど、今日は別に入りもね、そんなに早くなかったし、朝もゆっくり起きたけど、まあ4時間ありましたね。はい、ピタリよ。ということで、おはようガッツリ大賞でした。やったー。すごい、弱くない。12時に家を見ました。おお、なので4時間ピッタリだ。イエーイ。いつもの朝早い時間だったら多分30分とか20分とか、そう、そのぐらいなんだけど、まあ今日は入りがちょっと遅かったということで、おはるが4時間がピッタリやったー。ということで以上ね、すごいね、2人ね、ということで以上で一皮の問題は終わりで、結果はですね、かなみ3点、ジュリア3点、おはる4点、あきちゃん2点、ひよりんが1点。あれ。ということで、一皮決定戦の最下位は同い年の、ずっともう6、7年一緒に過ごして、同じ時期に高校に入り、同じ時期に高校に卒業して、誰かタオル。同じ時を過ごしてきたよりさんの再会ということで、昨日わざわざ私の写真集ファーストラブを見てきてくださった、はい、よりさんが再会して。あ、そうです。とりあえず優勝は。とりあえず。イエーイ。以上、おめでとうございます。今のお気持ちは。いや、やっぱね、ずっと隣にいますからね。そうですね。いや、もう、もちろんですよ。さすがです。私のことをちょっと一番よく分かってくださっていたっていう感じ。でも、サラミンとジュリアもね。そうなんですよ。はい。2点ポイントじゃなければ、ここで同率で1位だった。そうだね、同率だったね。なんか本当は同率なんだ。そうだね、知識的にはね。知識的には、まあ、でも点数で言うと点数じゃないですね。でも知ってくれて、まあ、アキちゃんもね、ね、あの、2点も取ってくれたので、ね、ちょっと、まだ1年ちょっとなのに、2点も取ってくれてた。あれ違うよ。あれだよ、あのね、だって、ファーストラブが合ってれば、あきちゃんと同じ同点だったから、あれは、あの、地頭の問題だった。ひとかのスキーの度じゃなくて、地頭が問題だったわけだから、実質あきちゃんと同点だった。まあ、ということで、ということで、ひよりんが最下位だったので罰ゲームをしていただこうと思います。今回の罰ゲームはですね、私の大好きなキャラクター、ハウルの城のハウルのモノマネをしていただきたいと思います。ですね、とってもかっこいいので、ハウルさんはあのかっこよく私をキュンとさせていただけたらいいなと思います。あのセリフとかもあの思いついたら使っていただけます。あ、ソフィー、ソフィー、何、ソフィー、ああ、ソフィー。
が昔きっと付き合っていたのよ。でも君は変な魔女に魔法をかけられてそんな姿になってしまったんだが、俺は君を愛してるんだ。私もよ、ハル。そう、だからソフィー、そんな姿になってもあのハル、ハルは君のことを愛してる。だから僕の城に、ハウルの動く城に一緒に住まないか。ハウルの動く城。ありがとう。また来週もよろしくね。バイバイ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 。ちょっと。やめてくれ。景色を作り続けられますように。優勝の点数取れましたっていう方、おー、ひよりんのハウルがかっこよかったって思った方、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。ぴょんぴょんぴょん、コメントも待ってます。さよなら、グッバイ、昨日にありがとう。雨上がりの街並みは色づいて、傷んだ心のキャンバスに未来のかけらを描いて、導いてくれるな。さよなら。